に富士山に行って鷹にナスを食べてもらえばいいの？違うわよ。一富士二鷹三ナスビは初夢のこと。夢に富士山とか鷹とかが出てきたら縁起がいいの。なんとなくおめでたい感じがするもんね。一富士二鷹ナスビさん。そういえばどうしてナスなのかな。夏の野菜だから今はスーパーでも高いのに。物事をナスという言葉にかけている説もあるそうですわ。近所の八百屋さん執事に聞きましたの。何かを成功させるってこと？そうだね。今年もいっぱいいろんなことしようね。私ステージで初詣みたいなこともしたいな。初詣みたいな、あ、いい年になりますようにってみんなでお願いするの？未来ちゃん。そうそう、お客さんと一緒にみんなでパンパンって。楽しそうだけど本当にお願いしたらシーンとしちゃうんじゃないかな。じゃあみんなでジャンプするといいかもね。ブラジルでは海に入って波をジャンプしたりするんだよ。海に入るんですか？こんなに寒いのに。ブラジルの人って寒風摩擦が得意なのかな。弥生、ブラジルは日本と季節が逆なんですのよ。夏のお正月って私たちには少し不思議ですけど。うん、クリスマスもお正月も全部夏なの。花火もいっぱいあげたりしてお祝いするんだよ。あ、そういえば聞いたことありました。夏のお正月か。なんか楽しそうかな。新年はみんなでハッピーにしなくちゃね。ええ、今年最初の私たちの晴れ舞台、最高に輝いてみせますわ。新しい衣装で新年で一番最初の公演ですもんね。私メラメラってしてきました。今年は去年よりもっと上手に歌えるといいな。ベスト更新、大更新。これからの1年を占う意味でも今日のステージ絶対に成功させてみせます。私もいっぱいいっぱい頑張りますね。新年もみんなでずっと笑っていられますように。じゃあ、行きますよ。ナムコプロ